月の書のなんだアイコンなんかあるんすね。初めて見たわ。いいなぁ、ちょっと欲しいかも。全然動かねえな、でも月の書は。月の書。ん？イントネーションがわかんねえ。自分も今は何も出せねえかな。なんかモンスター引きたい。引けたけど。まあ、1ターン目から出すしかねえな。デーモンの召喚を。まあ、破壊されてもリビングレッドも、なんだ、マジックシリンダーもあるんで。あんまり伏せとかは警戒しなくていいから。エルフか。うわ、しかも破壊されない。なるほど。翻弄するエルフの剣士か。どうすかな。あれ、俺これどうすんだマジで。ギアフリード。誘ってるのか。まあ誘わなきゃ使わねえよな。まあまあまあ、でも殴るしかねえよな。トラップが怖くてデュエルができるかってな。これは城の内デッキの再現みたいな感じかな。いや違うな、城の内エルフの剣士なんか使ってねえな。さあ改めてって、これダメなんだっけ。あ、できるか。よし取った。普通に鎖付き爆弾のこう鎖付きダイナマイトかギアフリードのコンボは厄介ですからね。うん、対処できてよかった。ああ、確かに速攻魔法はいいカードが多いですよね。使ってて楽しいというか駆け引きができるんで、結構自分もなんだそういう系は好きかもしれないですね。うーん、どうしようもね。返すしかねえな、ここは。殴れねえし、単純に。だから、キラートマトで、もう、キラートマトしかいねえんだ、俺。キラートマトか、なんだろう。普通に魔法トラップ系で破壊するしかねえんだ。うん、そうだな。トラップ怖えよ。ギガサイバー。ああ、いたねえ、そんなやつ。まあ、そっちはいいわ。なんだろう、サイクロンでもいいな。お、ようやく来た。さあデーモンの召喚でギガサイバーに攻撃。なんかあるかな。ありそうだよな。あ、なかった。ラッキー。で、次のターン、セコンドゴブリン、ケニエに、ベッドマスター出して、そこからラビエルかな。美しい流れができるぜ、これで。死者蘇生か。なんだろう、なんかいたっけ。ギガサイバーか。ギアフリード。ほほう。で、やりくり上手で、装備魔法を持ってくるって感じかな。おーおーおーおお。おお。
んなことあるんだ。うわ、マジか、すげえな、綺麗。すげえ、5000回復とか4000回復か。え、あ、そっか、墓地の数だから遠くか。やば、そんなんあり。ただまあ、ディアクレードを出されてもまあ、装備魔法はまあ意味ないし、うん、どうすんだろう、こっからどう返してくるのか。 あれか、高速解除あるんか。戦士の生還でギガサイバーで、ギガサイバー出してくると、あれか、団結の力とか。だったらそれはまあマジシリで返しちゃえばいいし。団結の力っぽいよな、なんか見た感じは。なあ、アンテクト羨ましいな。うわ、厄介なのがある。まあデーモンの召喚取られるわけにはいかないんでね。他はともかくというか、まあ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 、ダメージを置きましょう。そっちかーい。魔法トラップのなんか除去機欲しいな。まあやるしかねえか。さあ行くぜ、悪魔族三体を生贄に現れよ、ゲンマ王ラビエル。行くぜ行くぜ行くぜ、殴れよ、これ展開はやめとこう。こっちからか、デーモンの召喚で攻撃。トラップ怖え。何もありませんように、何もありませんように。あ、マジで、マジかー。いやー、マジか。うわー、え、ギアフリードもまあ必要とか、装備は装備か、装備カード扱いな、それはそもそも。マジで
込み台所ロックが完成したよ。いやー、うまかったなー。いやー、あれはうまいわ。グーの音もでね、乾杯ですね。ラビエルは出したし、いいもの見えたんで、最後にふさわしいデュエルだったんじゃないでしょうか。逃げいとまれさん、はい、対戦ありがとうございました。